ローンチコントロール早速やってみる。音を聞いておいてください。なんか変な音した。なんか壊れたんじゃない。はい、こんにちは、ピカですけどね、最高の足車 C63 がね、安くなって400万円ぐらいで買えるようになったのかな。ということで紹介した動画ね、前回作りましたが、このねコメント欄にすごいね、壊れるんじゃないかとかね、壊れるから注意しろみたいな、壊れたら大変だぞみたいなねコメントがめっちゃつきまして、私ねこの車5年間乗ってきたんですけど、そこでねいくらかかったのかっていうのをねやっていくという企画をねやりまして、でね、それだけじゃないですよ、その動画を撮影している途中にですね、ロンチコントロールやってみようってことでね、これね、スタートダッシュがすごいですよ。もう04みたいな加速度ね、そんなことができるんですよね、スタートダッシュ。それやったらね、なんかぶっ壊れたっていうね。いや、いきなり壊れるかっていうね。いや、ちょっとわかんない。なんか変な音したんだよねっていうので、いや、なんか壊れたんじゃないかなって感じで、そんな動画をね、撮ってまいりましたんで、最後はね、GR86 乗り換えてきて、やっぱりね、BRZ、GR86 と同じ値段で買えると言いながら、C63 ね、改めてね、パッと乗り換えると、そっちも捨てがたいよね、みたいなね、比較動画にもなっておりますし、高級車、中古で買ったらいくらかかるのか、その辺もね、いろんな車乗ってきてますからね、お話もしておりますので、ぜひご覧ください、どうぞ。はい、ということで、よいしょ、C63 ナイトドライブやっていきたいと思います。まずはね、皆さんの疑問ですね、一体維持費いくらなんだよっていうね、維持費めっちゃかかるよっていうね、その疑問、私もね、数々、高級車もね、安い車もね、3万円の車もね、乗ってきましたんで、そういう経験を踏まえてね、ちょっとその辺のお話していきたいと思います。そしてね、ローンチコントロール、早速やってみる。音を聞いておいてください。なんか変な音した。これ大丈夫かな、ちょっと一回ちょっとごめんなさいね、車壊れた話これミッション行くと100万コースだって150万コースぐらいだと思います。通行できますミッション行くとね、結構やばいと思いますね。ちょっと待って、一回ちょっとね止まって一足で大丈夫？おお、大丈夫だね。本当に大丈夫？本当に大丈夫？壊れたかと思った。めっちゃ変な音したことない？バーンつって出なかったよね、なんか。ロンチコントロールはやっちゃダメってことだよ。ね。これ本当、保証効かなくなるし、確かロンチコントロールやると。で、履歴もコンピューター残っちゃうんで、これ本当に良くないですね。なので、ロンチコントロールはやめましょうっていう話。にしときたいと思います。はい。ロンチコントロール終わり。動揺が隠せないね。ちょっと一旦落ち着こうか、これ。逆側乗りたいけど、ちょっとまた U ターンしますね。いやー、ロンチコントロール、1、2、3、まもなく料金所です。 ETC レーンを通行できます。デフが砕けたデフが砕けたような音したいや、なんかどっかおかしいな、これな、どっか壊れたかもしれんな、マジで。 U ターンのコースやりましょう。もう一回やる？いや、もう一回はね、やんないっすよ、俺。もう無理です、もう無理です、もう無理です。心が折れました。車が折れてなくても心が折れましたね。ということで、おとなしく修理の話していきましょう。そう、数々本当にね乗ってきたんですよ、いろいろな車乗ってきて、まず C63、 この車ね、もう5年ぐらい乗ってて、何キロかだろう、これ43,880キロ乗ってきましたね、この車ね。新古のね100キロぐらいのやつ買った。4年、もう5年かな、5年乗って維持費ね本当にかかってない。ブレーキはね、リアのパッドだけ減ってた。ちょっとわかんない。なんでリアのパッドが減ってたかわかんないけど、リアのパッドを今回の5年目の車検で交換したぐらいかな。あとは本当にオイルとか消耗品だけですね。
なんでだいたい車検が1回30万、車検が2回でしょ、それだけじゃない。であとタイヤかな、タイヤが1回交換してる。でタイヤがね P0 なんだっけ、ピレリの、え、ピレリ、ミシュラン、ピレリなんか別の動画にあるわ別の動画にありますわ。前回パンクしたんだけど、そのパンクする前のタイヤ1回交換しますね。それがね32万ぐらいだと、30万ぐらいかな、ディーラーで交換しましたね。それと料金所です。前回前2本変えて、これがね、動画にもなってますけど15万ぐらいでしたね。はい、ここの合流ね気をつけてくださいね、本当に危ない。でもこういうところはもうパワーがあるからね、スムーズに合流できますね。はい、大丈夫、大丈夫ですね、問題ない、なかったですね。はい、だったらもう自動に設定したスピードで自動運転します。だから結局ね、5年間乗ってほとんどかかったと思います、余分なね修理費。大体でもまあ本当にかかってないよね。何かかった、いや何にも壊れてない、一切壊れてないので、まあこっからね5年目から7年目、8年目、9年目ぐらいまではベンツね多分大丈夫だと思うんだよね。で15万キロとか乗らない限り、10万キロ以上乗るとちょっと車ってどうなのかなっていうのはあるけど、多分でも6、7万キロでブレーキ交換だと、ブレーキのねローターとパッド交換だと思うので、それが多分3、40万かかるのかな、2、30万かな、まあ、そのくらいは見とかなきゃいけないけど、あとなんだろう、この車本当壊れないよね、と思いますよね。はい、そう願いたいですね。ロンチコントロールとかね、もうやんなければ、ロンチスタートとかしなければ、多分壊れないと思う。今やばかったよね。すんげえ変な音したんだけど、大丈夫？なんで、そうですね、あとは、車検、まあ燃費っていうところがありますが、燃費言っとく。燃費は、平均、パッと見て今 7.1 です。 7.1 ここで、はい、燃費が 7.1 ですね。でも本当に都内のこういうとこ乗ってますんで、まあ高速道路走ると、まあ、10は走ると思いますね、多分、知らんけど知らんけど10は走る気がする、気がする、知らんけど10は走る気がする。めっちゃ後ろ G に煽られてる、はい、G に煽られてる。で要はね、新車で買うとめっちゃ下がるっていう車が、やっぱベンツの高いのと BM の高いやつなんですよ。だから M5 なんかも私も乗ってたけど、 V10 の M5 も乗ってたし、Z4M とかっていうのも乗ってたし、とにかくね BM ベンツはめっちゃ下がるんですよ。リセールが めっちゃ悪い。リセールが悪いっていう車には2種類あります。一つは本当にねやばい車、まあ、昔乗ってたジャガーとかね、めちゃくちゃ下がった、なんとかロメオとかなんとかロメオって言っちゃってる、めっちゃ下がる車ってあるんですよ。でそれはね本当にやばくて下がる、壊れるとか本当にやばいパターンがで下がるってパターンがある。あとは本当にこうなんだろうな、車用車が多くて焼却してってなんか下がるみたいな、なんか数が出て下がるっていうのが、これがね BM とかベンツのパターンですよ。だからこの BM ベンツの下がるは車が悪くて下がってるんじゃないので、これはね買ってもいいと思うんですよね。逆に下がるってことは中古で買った方が得ってことじゃんね。でまあ中小企業なんかやってれば当然ね焼却の年数も違うし、私なんかもねやっぱ車用車で使う場合はやっぱり絶対中古の方がええよなみたいなところがあって、調整しやすいよなみたいなことがあるので、やっぱりそういう意味でも BM ベンツは法人で中古で買うっていうのが、まあ、おすすめじゃおすすめというか、定番じゃ定番の買い方だと思いますね。
で、じゃあそこでね、ハイパワーな、ね、まあ、C63 とか E63 とか M3 とか M5 とかどうなんだよって、ね、そういう話はあると思うんですよね。でそういう話でいけば、そのこれなんちゃって運転だから、これ運転してないからねこれ自動で走ってるから、ね、さっきから G にめっちゃ煽られてんだけどさ、 G にめっちゃ煽られてるから、ついでに G の話しとく。あのね、お金ない人、お金なくベンツもうマジ買えねえわ、ベンツもうマジ、ベンツとかマジ無理だわっていう人、一番安いベンツは G クラスだからね。本当お金ない人これ延長するから大丈夫。なんでかっていうと、もうリセール加味したらもう全然 G クラスですよ。 G クラスもうクソ安い本当に下手な国産車買うとか、なんなら下手な軽買うより G クラス買った方が安いから、っていうところがありますね。なので知らんけどね、知らんけど、またちょっと今 G クラス落ち始めてるっていう情報もありますが、まあ、そんなこともあるのでね、 G クラス買うっていうのもいいと思いますね、はい。なんで落ちない車は新車で買った方がいい。だから G クラスなんかはマジで新車で買えないけどね、買った方がいいと思うんですよ。だけど C63 とか E63 とか M3 とか M5 とかはもう中古で買った方が絶対得ですね、はい。で皆さんがね、どうせ高い車を無理して中古で買ったら後から大変でしょって思う気持ちは分かりますね。これは確かにそういう側面がある車とそういう側面がない車がありますね、はい。ほら G クラスですね、はい、G クラスね、はい。やっぱりね、例えばね、15年落ちのベンツとかこれやばいと思うんだよね。さすがに20年落ちのベンツとかを買うっていうのはこれやばい。やっぱ経年劣化がだからね、さすがにね、俺の中の基準では10年超えたらやばいかなってちょっと思ってますね。あとやっぱ10年10万キロ超える車はこれはね、買わない、さすがに。まあ5万キロ以内ぐらい、まあ年数にもよるけどね、年1万キロぐらい走った車、3年落ち買うんだったら、まあ、3万キロぐらいがいいかなとかね、だいたいそのぐらいで考えますよね。あとね、ブレーキ、アクセルとかブレーキの、そのなんだろうな、減りとかを見るんだよね。高速道路を毎日通勤してたって、で、距離伸びてる車は、そんなに程度悪くないんですよ。だけど、俺みたいに、都内をちょこちょこ走ってましたっていう、そのなんだろうな、乗ってる時間っていうか、エンジンがかかってる時間っていうのが、やっぱあるじゃん。そういうのがやっぱ、短いほどやっぱいいわけで、高速道路なんかをさ、もう本当にハイギアで、まあ、ゆっくり走ってる車っていうのはさ、いや本当に程度いいんだよね。だからまあその距離イコール程度とは考えないんだけど、ある程度目安としてね、1万キロで5万キロ以内、5年以内の車を買うといいんじゃないかなって。でそのぐらいの C63 が今安くなってるわけですよ。だからおすすめしてるわけで、決してね、決して15年落ちの C63 とかね、E55 とかね、E500 とかね、 E500 はいいですよね、あれ昔乗ってたけど今でも欲しい車だけど、まあそういう車はやばい、確かにそういう車はやばい、だけど不人気車じゃないやつはね、いいですよ。なんで、まあ、C63 本当に私の車は本当ノントラブルで乗ってきたっていうのがあるので、なんでまあまあ一概にね、私がノントラブルだからトラブルがないとかっていうことではないですけどね。でもさすがにね、まあ5年から10年ぐらいは大丈夫かなというのはありますけど、あとね、購入方法、やっぱね、そのくらいのリスクを負うんだったらディーラー車をおすすめします。これ昔から言ってんだけど、ディーラー車で買った方がいいって、絶対ディーラー車で、ディーラー車だと、もうこれね、もうちょっと走ってても平気です、ディーラー車なら保証がつくから。
1年保証2年保証ぐらい、ベンツ7年保証ぐらいまでつくんじゃないの、知らんけど俺ね、保証はあんま考えたことないから。なのでディーラーの走行保証がついてる車で買うっていうのがまあ基本かな。もう本当にね、だからディーラーの保証が切れたね、200万円ぐらい、100万円台になったね、大排気量の古いベンツを買うとかはもう絶対おすすめしない、絶対おすすめしないんだけど、C63 に関しては、まあ、5年落ちぐらいの C63 は買ってもいいんじゃないかなって思いますけどね。こっから3年ぐらい乗って買い替えればそんなにね、そんなに減らずに済むっていうね、とこじゃないですか。まあ、自分の失敗した話もついでにしとこうかな。失敗じゃないけどね、金かかった車はね、 M5 だね。 M5 V10 の M5 はね、金かかったね。あれはなんだろうな、もうあれも新古車みたいな、なんだっけな、あれはね7000キロぐらいの新古車1年落ちを買ったんだよね。で、まあ、そのくらいだと安くなってるからね、結構3割安ぐらいで買えるから、それ得じゃんみたいなね話があって、でそれ買ったんだけど、やっぱ保証がね 2年ぐらいで切れたのかな。切れた後にやっぱりね10万キロまで乗ったからね、ミッションが2個、 SMG っていうシングルクラッチのオートクラッチみたいなやつが本当に良くなかったですね。あれが良くなくて、良くない、まあ、気候としても良くないし、まあ、フィーリングとしてもあんま良くないし、DCT デュアルクラッチが出る前のあれは相当やばかったなっていうのは覚えてますね。ミッションがね、ミッション2個乗せ替えたから新品含めて3個ですね。ミッション3個オーバーホールしても1個だから1機、いくらぐらい、100万ぐらいじゃない、100万ちょっとぐらい、130万とか、それ2機でしょ。でエンジンもね、まあ、プラグ交換だけども、やっぱ10万キロになるとプラグが途中でダメになって、エンジンなんかちょっと変な、なんか不完全燃焼みたいな、どこ止めてんねん、どこ止めてんねん、どこ止めてんねんって怒ると、なんかね、変なノッキングじゃないけど、なんかスムーズに吹けないみたいな、ちょっと失火するみたいな感じのことが起こって、でプラグ全交換でも結構な値段かかってましたね。だって1本2万でも20万じゃん。1本2万でも20万もしないから10何万かな。プラグ交換も大変だった。やっぱ気筒数が多いと大変よね。まあでもこれも V8 だからね、まあ、こっからそうだろうな、7万キロぐらいまたプラグ一応10万キロまで大丈夫って言うけどね、まあ、そんなのもあったりもしますよね。あの車は失敗だったね。だからそういう本当にこう V10 の M5 みたいな車いやそもそも V10 だよ、シングルクラッチのオートマっつったって、もうなんだろう、フェラーリよりさ2気筒多いわけじゃんみたいな、 V8 フェラーリより2気筒多くてさ、それはさすがにそうなるよねっていうね、それはさすがにスーパーカーだもんっていうね、なりますよね。まあ、あと使用頻度にもよるけどね、この車ももう、まあ、4万4000機だけど、まあ、ずっとこれに乗ってるわけじゃなくていろんな車に乗るから、まあ、その痛みが分散するっていうのもあるのかなっていうね。だから壊れないっていうのもあるかもしれないし、あと何が壊れたかな、車でめっちゃ壊れたのは M5 と初代レガシーの、まあ、これもね、まあ、不具合っていうかね、エンジンが途中で止まっちゃうっていう事情、初代レガシー、これも新古車で買って、いつの話してんだよって、30年前だよね、
35年ぐらい前の話してるけど、これ新古車で買ってね、エンジンがいろんなところで止まっちゃうっていう、止まったらエンジンかかんないっていうね。で結局ね5回ぐらい止まって劣化して5回劣化してもうやめたいけども金なくてやめられなくて、でターボ車のレガシーでさ、クラッチも金かかるしタイヤも高いしブレーキも高いし、いやもう維持するだけでも大変ってなって、最後ねどうなったかな、あのリレーだったね、メインリレーECU のリレー、リレー1個だった、リレー1個、それがもうちょっとなんか接点が不良で、あのなんか振動で切れちゃうみたいな感じで、切れたら切れっぱなしになって、で大丈夫か車で、切れたら切れっぱなしになって、でなんだろうな、運んでるレッカーしてる間に振動で治るみたいな着いたらかかりますよって毎回言われるっていうね、そんなこともありましたよね。だから確かにその修理代怖いよっていうのはね、一番怖いのなんだろうチャレンジのエンジンチャレンジのエンジン俺2機持ってんだよね、チャレンジのエンジン430チャレンジのエンジン2機持ってて、エンジン悪いんじゃないかって言ってエンジン変えたんですよ。でもエンジンじゃなかったの、呼気類だったの。それもやばいよね、エンジンじゃねえかってエンジン変える、エンジンあれ1200万だからね、チャレンジのエンジン1200万、ね、1200万で変えて、いやまあちょっといろいろあってね、もうちょっと安くなってるんだけど、1200万で変えたらね、また同じことが起こって、ちょっと詳しくは言いませんけどね。で、何本体じゃないんかいってなって、そういうのもあったよね。だからまあ確かにその元が高い車だとね、部品が高いからね、それは確かにかかりますよねっていうのはありますけどね。そういうでも市販のフェラーリ、430もずっと維持してますけどね、マジでもう壊れたことない。どこも壊れたことない。ベタベタしてきて直したとか、なんか経年劣化で直すだけで、気候的に壊れたの、あ、燃料のあれかな、燃料系がちょっと壊れたっていうだけでしたね。はい、ということで、そんなわけでね、まあ確かにみんながね言う通りのところもあるし、そうじゃないところもあると。だから一概に中古の高い車を買ったら値段かかるよっていうわけじゃないってことですよね。はい、ということでね、やってきましたけど、いかがだったでしょうかね。 GR86 に乗り換えてきましたね。改めてね GR86 乗ってみたらね、同じ値段でしょ C6 さんと。 GR86 いいね。 GR86 に今ね、これクラブスポーツのなんだっけ、アドバンのタイヤ入ってんだけどね、このアドバンのタイヤとこの GR86 めっちゃ合ってる気がする。何があってね、とにかくよく曲がる、タイヤが引っかかって曲がっていく感じと、あとタイヤがこうねじれて戻る力が強いから曲がってくるのよ、初期がね。その感じがねいい。やっぱりこう軽量のスポーツみたいな、スポーツカーみたいな、まあ、1250キロぐらいのこれ、まあ、ちょっと重いけどね、ロードスターとかの私の NC の1100に比べて。だけど全然小気味いいよ、めちゃめちゃ小気味いいっすね。だからこの小気味いい感じがめちゃめちゃいいよ。なんでこのタイヤがいいなっていう。で BRZ の方にはまたこれやるか BRZ の方にはね、ミシュランが入ってるんですよね。でもやっぱこのアドバンのタイヤめっちゃいいわ、めっちゃいい。ということで、やっぱ減りも早いしね、多分ね、これで、ね、コンフォートではないんだけど、この GR86 の性格に合ってるよね、このマニュアルの楽しさもあるし、いやーこれはね選びがたいね、選びがたい C63 なのか GR86 なのか
BRZ なのかっていうね。いや気持ちいいもん、めっちゃ気持ちいいわこれ。ほんとなんかね、このタイヤいい、ほんと足回り変えたみたいな、なんかあるね感じが。めちゃめちゃ小気味いい。シフトダウンする感じ、このダの聞き方。いやこの加速も最高やんけ、最高、めちゃめちゃいいわ。はい、ということでやっぱりね、選びがたいね、選びがたい。ということでじゃあね、バイバイ。あ、タイヤね、アドバンじゃない、ダンロップでした。お詫びして訂正いたします。